故宮、ルイ・ベルトラン、上田敏ヴィ役。子はいかに、孫を亡き親友、ジャン・ガスパル・ドビュロー、綱渡りの一座、中世に隠れなき道家者の、青ざめやつれたる姿にあらずや、いたずらと温順と浮かべたる、名城しがたき顔色にて、こなたを見つめたり、テオフィル・ゴーティエ、 オニウリウス月夜の晩にピエロと殿よふみがやりたいその筆貸しやれ明かりが消えて見えなくなった五章だから早くこの塔を開け俗用章かの長弓を当てて呼吸のうなりを試してみると楽器はたちまち高笑いや 震え声のおどけた名動をして答えた。イタリア狂言がよくこなれずに腹の中にあるのだろう。まずはじめには、女目付のバルバラがつぶやくよう、あのピエロの抜け作目、気の利かないのもほどがある。カサンドル様のかずらの箱を落として、おしろいをみんなまいてしまったぞ。そこでカサンドルは、 大事そうにカズラをお拾いなさるアルルカンは粗骨もの,の尻を嫌というほど蹴飛ばすとコロンビーヌは笑いこけて涙を拭くピエロは厚化粧の苦笑いで耳までも口を開いたしかし間もなく月夜になると明かりを消したアルルカンは友達のピエロに懇願して ちょいと戸を開けて、火をつけさせてくれろという。さては、親父の金箱ぐるみ、娘を連れて駆け落ちするのか。ことの畜生、呼ぶ半すめ、こんな糸を売りおったなと、商家の蝶は小言を言いつつ、埃だらけの箱の内へ、埃だらけの呼吸をしまった。糸は、切れたのである。